えー、オール桜ですまあねあのこんな病気になっちゃったわけですけども、まあ、病気なんかに負けてらんないよねえばりばりねばりばり元気栄養つけてそう先生の言うこと聞いて。 動いてリハビリしっかりやってまた皆さんの前で歌いますぜひ、ね、またライブやりますんで見に来てくださいほんと今回は多くの方からメッセージ励ましてのね言葉をたくさんいただきました もう心強いしね心強かったし、えー、もう感謝の気持ちでいっぱいです医療関係者のね方々にもほんと日本の医療っていうのはすごいなってもうつくづく今回は感じました、えー、皆さんもあのーまあ、こういう、ね、病気 少しでも早く見つければ簡単な手術簡単な治療で終わる場合もあるそうです。ねえまあ年うんうん関係なく何か体に異常があったらぜひね病院に見てもらうっていう。 ことをねお勧めしたいと思います本当に今日は今回はありがとうございました頑張ります Rock and Roll